今回は寝たまま足首持つだけで今よりも確実に痩せやすくなるシコウェーブを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ると食事制限や筋トレ頑張ってるけどなかなか痩せにくい、そういった根本が分かってきます。動画を最後まで見てください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、シコウェーブというのを紹介していきます。寝たまま足首持つエクササイズに加えて、早く痩せることができるシコウェーブを加えて紹介していきます。たったの40秒です。難しくないので頑張ってみましょう。痩せにくい原因が股関節に実はあるんです。それはなぜか、股関節周りの筋肉が弱まったり、可動域が狭くなってしまうと、どうしても日常的な動きのスピードがゆっくりになる。可動域が狭くなることによって動きが小さくなる。結果的に消費カロリーが下がってしまうんです。毎日長く歩いたり、1時間ランニングをしたり、もちろんやることはいいんですけども、1日寝てる以外の時間、16時間をテキパキ動ける体を作ることで、1日100カロリーでも多く消費できたら嬉しくないですか ?1 ヶ月で3000カロリー、そこに加えて毎日少しでもエクササイズ加えると1日200カロリーぐらい消費力上げられますよね。そうなると簡単に1ヶ月1キロぐらい痩せるってことは可能になってくるんです。ですが股関節周りが硬い、可動域が狭い、そうなってくると消費カロリーがどんどん下がってしまって体を動かすことが実は億劫になってくるんですね。そこで今回股関節周りをしっかり柔軟して使うことで確実に今より痩せやすくなる体ができます。一緒に頑張ってみましょう。それでは紹介します。まずは寝たまま足を少し開いて、かかとをお尻につける感じで引き寄せてください。で、膝をしっかり開きます。股関節を外旋させます。そうすることで股関節周りの筋肉をストレッチできます。腰を浮かないようにキープしてください。もしスマホ見ながらしかできない方は片方だけでもいいので足首を掴んで引き寄せながらストレッチしてください。持たなくてできる方は両足首を持って引き寄せてください。それではいきます。スタート。これをね、40秒間キープです。もし膝がね、しっかり開ける方はしっかり開いて、内側になってしまう膝をしっかり開いてください。で、腰をしっかりつけてストレッチです。しっかりね、この膝を開く感じで、お尻が上がらないように注意してください。それではこれでね、キープです。股関節がね、ちょっとね、グリグリ痛い感じがあるかもしれませんが OK です。次は片方足首持って引き寄せながら内ももを床につける感じで、こういう感じでね、片方20秒、反対も20秒やっていきます。これを足首持ってください。いきましょう。スタート。こういう感じでね、内ももを床につける感じで伸ばします。お尻上がらないようにしてください。あと少しで反対です。はい、反対側です。実は股関節って股関節を伸ばすんじゃなくて周りの筋肉をね、伸ばさないといけないんです。そうするとしっかり可動域が広がっていきます。もう少しですね。よーし、 OK です。はい、今度は片足伸ばして足首を持って、もし膝が少し曲がっちゃうって方はできるだけ手前に押してください。膝しっかり伸ばせる方は伸ばして足首を動かして伸ばしていきます。20秒ずつです。スタート。これつま先上げるとね、結構裏側がすごい伸びますよね。腰をしっかりつけてください。しっかりつま先を起こして足痩せにも効果的です。もう一つで反対です。はい、反対いきましょう。しっかり伸ばしてください。だけ引き寄せてください。反対の手でね、膝を押さえてもいいです。しっかり腰とね、もも裏が伸びてると思います。はい、 OK です。今度はカエル足で股関節をしっかり開いてストレッチします。膝の後ろに足が来るように広げてください。しっかり前かがみになって開いて、こっから一気に手で床を押して腰に手を当ててキープ。これめちゃくちゃ辛いので、たまに前に降りてもいいです。
でもできるだけ膝をはじめに開いて一気に起きます。いきましょう、スタート。これはね、めちゃくちゃ辛いと思います。自分はよくやるんでね、こういう感じでねキープできますが、大体皆さんも多分ねこんぐらいかなって思います。しっかりねこのストレッチ大切なんで頑張ってください。足首がね内に入らないようにしっかり開いて、これでキープ。できれば腰を丸める。うわー、結構辛いですねこれね。叩くとね結構楽なんですよ。こういう感じで力が抜けてくれると思います。よし、はい、 OK。 ちょっとね痛いと思うので叩きましょう。最後はですね、シコウェーブです。これが股関節周りしっかり鍛えられます。名前の通りお相撲さんのシコを踏みます。シコ踏んだ状態でこういう感じで波のようにね揺れます。これ40秒辛いんで、辛くなったらこれ手ついてもいいです。これでねこういう感じで揺れてもいいです。 できる方は中腰の状態で揺れる。頑張りましょう。それではいきます、スタート。こういう感じでね股関節をストレッチしながら周りの筋肉を鍛えていきます。うー、結構ねこれね、内ももとか内転筋、ハムストリングがね結構鍛えられてね、結構辛いんですよこれ。あー、辛くなってきた。あとまだ結構あるのこれ。こういう感じでね、あんま力入れると辛くなるんでね、ちょっとリラックスしながら入れる感じがいいです。あとちょっとです。はい、 OK。 ダハッ、うおー、お疲れ様でした。今回の寝たまま股関節周りのストレッチ、股関節周りをしっかり鍛えられるシコウェーブ、これ2つね毎日やることで日常的な動きがかなり楽になってきます。柔軟性と筋力アップっていうと、そんな1日やったぐらいじゃできません。これ毎日3週間だけやってみてください。目安としては3週間、そのくらいから可動域が広がっていくって言われてますんで、痩せにくいよって方はね、腹筋やスクワットいろいろありますが、股関節硬いっていう方はぜひこれをね継続してやってみてください。経過はコメントでお待ちしてます。頑張ってやったよって方はよかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。この動画を最後まで見た人に限り、とっときなダイエット情報を近々配信していきますのでお楽しみください。今回もご視聴ありがとうございました。